松田よしこは、東京都新橋一帯を根じにした、暴力団の元二代目、関東松田組組長。よしこはもともと、神奈川県横浜市山元町出身、旧姓を松永と言った。よしこは、美人として知られるが、妹のルミはよしこにも増して目の覚めるような美女で、あったという。不良っ気もたっぷりで、腕に、流れ星の文字の入れ墨を彫り、 流れ星のルミという異名もあった。妹のルミがカッパーの松と呼ばれた関東松田組の松田義和と結婚する。松田は昭和17年暮れに出所したが、服役中に最初の妻、ルミを結核で亡くしている。もが開けた後は姉であるヨ子が松田の5歳に収まった。本木のチャブや東亜に勤め、常にナンバーワンの座を保っていたが、 プライドも高く気に入らない客は絶対に取らなかった。関東松田組は第二次世界大戦後に荒廃した新橋一帯の青空市場を仕切る暴力団に成長。一時は身内3000人とも言われる勢力を誇った。1946年に松田義和が殺害されると妻である義子が女組長として松田組を引き継いだ。 しかし引き続き行われた第三国人との激しい武力抗争、闇市を商店街化させた新生マーケットの消失など組の基盤を揺るがす出来事が続いたため、松田義子は1947年7月16日、40人の直属を集めて仇に戻る宣誓式を行った。ありがとうございます。